よし、皆さんこんにちは。私は今、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の部室に来ています。ただいま、おやつタイムです。え、動画撮ってるの？さあ、歩さん、今の気持ちをどうぞ。普通に困ってます。結城せつなです。みんな、見えてますか？チャオ、エマだよ。かなたちゃんの作ったクッキー、とってもボーノ。お褒めに預かりし、かなたちゃんです。はいはい、かすみんです。かすみんも褒めてください。何時だっていくらでも褒めていいのよ。かすみんも先ですよ。何時も負けないわ。ちょっとどいてください。それでこの動画の趣旨は何なのでしょう。このままだと収集がつかなくなりそうですが。急にごめんね。この同好会の日常を記録しておきたいと思って。ほら、学園以外のファンの人たちはスクールアイドルのみんなしか知らないでしょ。素のみんなもこんなに素敵なんだよって伝えられないかなと思ってさ。なるほど、話は分かったわ。だけど、その撮り方だけじゃ伝わらないこともある。え、そうだよ、同好会の日常を映したいんでしょ。だったら絶対に欠かせないものがあるじゃん。なんだろう。あ、ホワイトボードとか、それともバランスボール。ユウ先輩、鈍いです。 I'm so stunned。 ユウさん、次はユウさんの番です。こんにちは、スクールアイドル同好会の高崎優です。みんなの応援をしたり曲を作ったりしてます。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。改めて挨拶するのってなんだか照れるね。さあ、優さん、今後の意気込みをどうぞ。みんなのことは私が幸せにします。わお、大胆発言。大胆、問題発言ね。いや、部員としてみんなのライブが最高のステージになるようにちゃんとサポートするよっていう。みんな最高もいいですが、ユウ先輩にとって一番は誰なんですか？もちろんカスミンですよね。ね、僕でしょ、ベイビーちゃん。きっと私です。あら、私よね。私も立候補したいです。何時に決まってるわ。アイさんだよね。カナタちゃんは？ユウ先輩、私ではないんですか？リマちゃんボード、おるおる、間を取らなくても私だよ。リマちゃん、あなたよ。来て、一人だけなんて選べないよ。今しかできないのに。